くだらないこと言ってないで、とっとと行けよ。どうせまた戻ってくるんだろ。当然だろう。必ず帰ってくるさ。ああ、そういや、お前、月子のところには顔は出したのか？あいつも会いたがってたぜ。結局、都合が合わなくてね。会津じまいさ。残念な限りだよ。でも月子に会ったら、ますます僕は帰りたくなくなるだろう。だから、これでよかったのさ。そっか。あいつも残念があるな。いや、怒るかもな。子供の頃のように顔を蹴られたりは勘弁かな。と、僕は時間がなかったんだ。今度来るときはバナナ忘れるなよ。月子の好物だからな。そうするよ。僕はコウとの約束は必ず守る。またな、ロイ。さて、これから。ロイのやつを送ってきたぜ。早かったな。空港まで行くのかと思ってたが。俺はそのつもりだったんだけど、あいつ駅まででいいって聞かなくてさ。なるほどね。お、セータン、どうした？顔色悪いぞ。あ、はい。ちょっと胃にもたれて食べ過ぎてしまったようです。いけませんな、私としたことが。慣れねえもん食べたしな。待ってな。ほら、これで楽になるぜ。ありがとうございます、コウタロウさん。どうだい？聞くだろう、その漢方薬。はい、嘘みたいにすっきりしました。ふみこたんとこでいろいろ読んだからな。役に立ってよかったぜ。紳士ならいざという時にレディの手当てくらいはできないとね。と、いっけねえ、月子の見舞いに行かないと。やれやれ、想像しいやつだ。まるで風だな。気持ちのいい風だ。まだお礼を言っていないのに。戻ってきたらお礼を言えばいいと思うよ。そうですね、月子さんか。調子はどうだ？こう、うん、元気だよ。ほら、お土産、評判の店のケーキだぜ。うまいぞ。ありがとう、こう。大事に食べるね。腐らないうちに食べろよ。こうじゃないんだから、そんなことしないよ。俺だってそんなことしねえよ。だっておじいちゃんからもらった大福、机の下に隠したまま野球に行って、そのままカビ生やして泣いてたじゃない。覚えてないの？古いこと。あの時からこうは私がいないとすぐボンクラさんになっちゃうんだなって分かったのよ。もうそんなことしてねえから、ボンクラはよしてくれ。たくん。アパートのお部屋、ちゃんと片付けてる？え、な、あ、その…
今日はこのくらいで許してあげます。それでこう、今日はどうしたの？何か用事があるみたいね。うん、ロイのやつがな。ロイちゃんがどうかしたの？家の事情でアメリカに帰っちまったんだ。月子に会えないのを残念がってたよ。早く元気になるように祈ってるってさ。そっか。ま、あいつがいるといろいろ騒がしかったからな。いなくなって静かになったくらいさ。でもあんなやつでもいなくなると寂しいもんだな。人がいなくなるのは嫌だよ。でも別の世界に行ったんじゃないし、またきっと会えるよね。そうだな。そうそう、ロイから預かってきたんだ。月子用にお守りだってさ。あ、嬉しいな。見せて見せて。今袋から出すよ。待ってな。ほれ。ありがとう、こう。あれ？どうした？その、ロイちゃん、なんか勘違いしてない？うん？何を考えてやがんだ、あのタコスケ。やめやめ、これは俺が持って帰る。好意は伝わってくるんだけど、そのなあ、その困るような。私は困らないけど、こうが困るよね。逆だろ。だってほら、私はこうの言い名付けだし。よせよ、あれはじいちゃんが冗談で言ってたことだし。それだって新ニート。でもずっと昔に約束したよね。あれはその本当にこうは面白いね。面白いって冗談よ。子供の頃のおままごとでしょ。こうはちゃんと自分に似合った彼女を見つけて、その人と幸せになるのよ。そんな相手いねえってばよ。そうかな。こうはモテモテさんだと睨んでるのよ、月子姉さんは。そんなことねえって。ムキになるところが怪しいな。たくん。でも元気そうでよかったぜ。うん、最近は本当に調子がいいの。ゆっくり体を治せよ。油断して悪くなったら元も子もないからな。私の調子が悪いと心配？当たり前だろ。そっか、そうよね。じゃあ心配させたくないから、ゆっくり体を治すことにする。それが一番だ。また見舞いに来るから、いい子にしてろよ今日の子、お兄ちゃんみたいだね。いつも言ってるだろ、俺の方が年上だって。じゃあ、風邪とかひくなよ。大丈夫、こうこそ気をつけてね。うん、じゃあな。今日はちょっと涼しいな。風があるせいかな。ロイがアメリカに帰っちまうなんてな。新兄に続いてまた家族が減っちまう。これで
まさか月子まで。よう、何をしょぼくれてんだ、青少年。この絵さん高雪でいいぜ。暗い顔してると幸運が逃げちまうぞ。ロジャー君とは死に別れたわけじゃない。まだ会えるさ。泣き言言ってると彼やみんなが心配するぞ。聞いてたのかよ。すまんすまん、立ち聞きするつもりはなかったんだ。これこの通り許してくれ。よしてくれよ。落ち込んでたのは本当だしさ。ところでなんでこんなところに。ちょっと入り用なものがあってね。店を探してるんだが迷ってしまった。この辺は道がややっこしいからな。俺で分かる店なら案内するよ。そいつは助かる。漢方薬を売ってる店を探してるんだ。大きなドラッグストアが近いとなおいい。それなら駅前の通りにちょうどいい店があるよ。感謝するよ。でも聞き込みはいいのか。あんまりはかどってなかったしな。それに困った時はお互い様だよ。さすがに賑やかだな。大したもんだ関東。それも首都は違うな。だろ。こうやっていろんな人がいるっていいよな。なるほど、それが君の強さの源なんだな。なんだよやぶから棒に。君はおよそ先入観というものがない男だ。異邦人でも魔法使いでも宇宙人でも気にせず友達になれる。そんなことができるやつは強いのさ。そういうもんかな。好きなやつは好きだし、嫌いなやつは嫌いだ。そんだけだよ。だが君はこうして歩いてる俺が例えば鬼の化けた姿だったとしても何も態度は変わらないだろ。当たり前じゃねえか。俺は高雪さんが虎島パンツを履いて金棒を持って歩いてたって別に気にしないぜ。虎島パンツはいいな。ビキニにすればみんなの視線を独り占めだ。で、それを言えるってことは強いんだよ。外見にも伝聞にも惑わされないのは本当に難しいことなのさ。君のゲートを悪用させるわけにはいかない。改めてそう思った。よろしく頼むぜ。なんか照れちまうな。おー、いけない。ここだよ、ここ。危なく通り過ぎるところだった。お、この店構えなら必要な薬がありそうだ。ありがとうよ、小太郎。買い物、付き合った方がいいかい。いや、俺以外わからん買い物だしな。それなら、さゆちゃんの相手でもしてやってくれ。彼女をあまり寂しがらせると良くないぞ。彼女って、おい。かわいいな君は。じゃまた後で。行っちまった。さて俺はどうしようかな。とりあえずコンビニでも寄ってカップ麺と飲み物を補充しよう。いらっしゃいませ。にげ、さよたん。孝太郎さん。ともかく
ご用があったらその、お呼びください。あ、おう。とにかく、買い物を済まそう。あとはトイレットペーパーくらいか。よし、終わりっと。あ、これな、お勘定お願いします。あ、はい。光太郎さん。なんだ？その、差し出がましいようですが、カップ麺だけのお食事というのは栄養価としてどうかと思います。あ、じゃあこれも買うかな。野菜取らないと体に悪いもんな。サンキューな、セオタ。心配し、いえ、それではお会計にいたします。14万7000円になります。何？そんなバカな。いたしました。違うって。レジ確認してくれよ。お弁当は温めますか？落ち着けって。さよた、熱でもあるんじゃないか。焦ってるみたいだから。焦ってません。ならいいんだけどな。お会計1533円になります。火の負のみっと。はい、ちょうど。はい、確かに。ありがとうございました。サンキューな。光太郎さん。なんだ？落ち着かせてくれたこと感謝します。お仕事頑張ってくださいね。おう、さよたんも頑張れよ。またやったな。おっさん、すまねえ。またコーヒーカップ割っちまった。次やったらお前の稼ぎから引くぞ。そうしてくれ。さすがに割りすぎだ。すまねえ。ん？これなんだ？おい、光太郎。なんだ、おさん。なんで昨日言ってもらったはずの役所向けの書類が残ってるんだ？すまねえ。行くの忘れてた。光太郎、この書類は提出期限が昨日だ。